クルクリンは味覚修飾物質の一つであり、114アミノ酸残期からなるタンパク質である。1990年に横浜国立大学の栗原義江らのグループにより発見・管理された。クルクリン1とクルクリン2というよく似た構造の2種類のタンパク質があり、これらが一つずつ2カ所のジスルフィード結合でつながっている。 両者は114アミノ酸残機からなり、12,500ダーの分子量を持つ。マレーシアなどのゴムの木の下に自生する、キンバイザサの植物クルクリ好みから、食塩水、または酸性水溶液で抽出し、生成する。1997年には、大腸菌を用いた遺伝子組み換え技術で人工生産することに成功していたが、 甘みに関する性質は失われていた。しかし2004年、名古屋市立大学と味の元の研究グループが、甘みを持たせたまま人工生産することに成功した。いました。H.S.D.Rajilp, T.Y.U.T., K.Nakaya, Y.Nakamura, and Y.Krihara, 1990, Purification, and Complete Amino Acid Sequence of, A.New Type of Sweet Protein Test. モディファイングアクティビティクルクリン J バイオルケム265 15770から15775ありがとうございます。